前回までの久保建英、初のバルセロナ戦という大舞台に立ったプロフェッショナル建英久保。後半始まって早々、久保が悲劇に見舞われる。噛みつくことを生業とするルイス・スアレスにかかとを3回噛みつかれ、かかとの粉砕骨折により全治2ヶ月の大怪我を負ってしまった。ラリーガ初挑戦の久保にさらなる試練が待ち受ける。ヨガ実行ジャマはタイポンです。それじゃあ2ヶ月経過いたしました。出場可能ということなので、あなたは順調に回復しているようで、そろそろ復帰できそうです。最後の負荷テストを受けに施設まで来てください、だそうです。医療スタッフがなんかね、これ見てるとね、なんか結構怪我してんだよね。コケ、あ、違うから出場停止か。なんかこうグリズマン怪我してたみたいですね。なんかはい、で現在の順位、今これ、ね、結構飛ばしちゃったんですけど、アラベス戦ね、の前にちょっと順位見ていくと、アトレティコ・マドリードなんとね、今10位とちょっとやばいんじゃないかっていう状況に陥ってまして、ビジャレアルがなんと1位という感じです。素晴らしい、ビジャレアルがね、コパデ・エスパーニャ、これカプセの方ですね、カプセの方なんといないっていうね負けたみたいですね、普通に。はい、チャンピオンズカップは言います。はい、1回戦、ナポリと、アトレティコ・マドリードなので、まあちょっとチャンピオンズリーグね、チャンピオンズリーグももちろんね、勝ちたいん で、出場まだしてないんで、ちょっと出場もしていきたいんですけど、まあとりあえずこの試合は選ばれてないので、飛ばすって感じで、いきたいと思います。勝て！おい、これ完全に、チーム今流れ相当悪い状況なんじゃないか。はい、ベッドも怪我から復帰と、みんな怪我人続出だったわけだ。アトレティコ最悪だな。いや、練習してとりあえず力つけていこう。ちょっと2ヶ月間ね、かなり全然練習できてなかったんで、82と今俺寝起きなんでね、ちょっとだいぶ変な感じはするんですけど、ただ次の試合エスパニョール、ウールエスパニョール、オーラーメアモタイポンエンカタド、はい、これ選ばれてるかな、選ばれてない、あれ施設に行けとか、これ自分でなんか俺やる、なんかアクション起こす系、違うよね、そういうわけじゃないよね、マイアクション違うね、なんで早く選んだよ、もう出れるよ、もうやりたいよ、いけるいける、いつでもいけるよ。おい、引き分けばっか、ちょっとちょっとまずいってこれリーグ優勝かなり厳しい状況なんじゃないの、マジかよ。ブルサリコめっちゃなんか喜んでんじゃん。もう試合復帰できるようですので、次の目標について通知を再開します。 ありがとうございます。だいぶ時間かかったな、練習しようね。82になったしね、この調子で早く90ぐらい行きたいよ。もうめっちゃいい感じに成長してるよ、もう怪我なんて関係ねえみたいな、もう久保言ってるから。ただこの2ヶ月間の間何をしてたのかと、久保、まあもちろんリハビリもしてたよ、もちろんリハビリも励んだけど、やっぱりドッカンバトルにプラス100万ぐらい課金しました。はい、もうそれでもう、もう久保くんはずっと家でドッカンバトル、もうリハビリかドッカンバトルか、はい、もうそれしかしてません、久保くんは2ヶ月間の間。結構練習めっちゃできんじゃん。ちょ、この時間もすごいなんか試合ないし、この俺が喋ってるだけの、まあ、進んでいってんだけどね。こんな感じで。コントロール96ってやばくね？どんだけボールコントロールに定評があるんだよ。素晴らしい。次の試合はどこだ？早く進め。来た。次の目標。リーグでの平均評価 9.0。いや、むず。4回以上。これからの、数試合で9回の得点チャンス。マジか。ヘタフェ、エイバル、ジローナ、ラスパルマス。この4試合でそんなにハイクオリティなものを求められてもな。じゃあ行くか。スタメンに選ばれた。久々ですね。久々。2ヶ月ぶりのスタメン復帰と。感じですね。92は強すぎ。82。はい、行きましょう。さあ、やってきました。もう、久々ですね。試合に出るのは。久保くん。ゴディンの本当に可愛い顔が、目がでかくて。試合行こう。もう、復帰後。早速、もう、得点、アシスト、ガンガン行っちゃいましょう。これは、トーマス。あ、トーマス、ちょっと上手くなったんじゃないの？この2ヶ月間で。頑張った練習。よしよし、いいぞいいぞ。
はい、もう積極的にボーンで打っていく。いいね、いいね。もうこういう積極性がね、もう若いうちは積極性ボンボンボンと若さを出していこう。大切だよ。はい、トーマス、ここでもう。はい、トーマス。おお、ちょっとパスのスピード上がったか。グリズマンなんかちょっと髪伸びた、髪伸びました、グリズマン。はい、パスパスパス。そうそうそう、もう、はい、もう。はい、ガメロ。ガメロ、パスだ。おいおいおい。あ、ガク出てる、ガク出てる。ガク MC 出てるよ。マジか。ガク MC とあの、桜井さんのあの、番組に大阪出てたな。番組とか YouTube のやつで。あれ結構面白かったな。あー、グリーズマンちょっとまだ、怪我の、あれが。ちょ、ガクには俺ちょっと、活躍させないよ。ガクちゃんには。ガク MC には。おー、ガクと、久保の、ガクと久保の、わー、マッチアップ来た。もう一回もう一回。オーラ来た、勝った。はい、勝利。画面走れ、画面走れ。いけ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 。いやー、そこの判断力の悪さ。お、来た来た。あー、取れた。あー、そう、マジか。ポジション守る。ふざけんな、監督。よく見ろ。めちゃめちゃいいプレスかけてたじゃねえかよ。久保って名前でさ、今すごい思ったんだけど、小久保っていいんじゃん。で、大久保いいんじゃん。中久保はなんでいないのかっていうのを、俺は気になってんだよ。おー、めちゃめちゃいい。めちゃくちゃいいシュートじゃん。もう積極的に打っていこう、果敢に。はい、アピールアピールで。お、いいよいいよいいよ。はい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 、ミスりました。よっしゃ。トーマスパス。そう、来た。ない。今のはもう手を上にバンって上げちゃうくらいに悔しいよっていう、なんでだよって言いたくなるようなシュートでしたけど、めちゃくちゃいいシュートだったけど、枠に入んなきゃ意味がないよと、シュート打ったところで。おっしゃ、柴崎とめっちゃバチバチじゃん。バチバチ、うんこじゃん、本当にマジで。ちょ、寝起きなんでね、今。やばいやばいやばい。おい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 、この失点はちょっと本当に今のアトエティコの流れが象徴されちゃってるような感じになっちゃってますけど、これはまずいよ。もうガク MC も今 MC しちゃってますから、ラップしてたから、今フリースタイルやってたから、フリースタイルダンジョンだよ。捕まっちゃうよ本当に。危ない危ない、気をつけないと。え、パスパス。そうそう、もう久保を中心に回していくから。このクラブ、シミオネも言ってたよ、まあ、久保がやっぱもう、復帰したんで、このチームは多分良くなっていくと。来た来た来た。ちょっともうね、行っちゃいます、これは。はい、久保ちゃんの、これはの、ダメですよ。これはあの、ダメです。これはダメです。なんだ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 今。宇宙人からのなんか変なメッセージが来たけど、怖っ。来たー。最高のタックルだよ。トーマス、トーマス。そこのパス好調してる。はい、もう久保がね、はい、ガク MC なんかにはもう取られないよと。トーマス、グリーズマン、打っちゃっていいよ。おーし、おし、おし、いいよ、いいよ。やばいです。やばいです。おー、あー、前半。前半でも結構ね、いい感じだったけど、ヘタフンのを見てお客さん。ぼーっとしてる。ぼーっとしてる。勝ってんのに。勝ってるからこそなのかな。勝ってるからこそぼーっとして、ちょっとお前ら気を抜くなと。別に1点だけじゃ喜ばねえよと言ってことを言ってるんでしょうか。そういう風に俺は見受けられました。はいはい、コッケナイス、いいよ。さあさあさあ、かなりでも回してってんじゃないの、チームの核となってるんじゃないですか。パスパス、オッケーオッケー。そしてこれ、うわぁ、惜しい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 、いいよ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 。最高だよ。だんだんなんか良くなってくる。だんだんリミット上がってってるよ。だんだん上がってって、熱量もね、増えてるから。やばい、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 やばい。危ない、危ない。おし、パスパス。オブラック。オッケー、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 オッケー。久保ちゃん、久保ちゃん。はい、久保 GO。久保 GO。はい、久保 GO。はい、ポケモン GO じゃなくて、久保 GO がね、今、スペインで 大流行してます。久保 GO。はい、もう街中でみんなスマホ持って、久保探してます。ガメロに変わって、これコレアかな、コレアが入ったかな。来た来た来た、
久保ちゃんにもうオブラク最高じゃん。もうピンポイントで合わせてくる。はい、久保ゴーに、久保ゴーにパス、そうで、ここサイド流して、見事なパスありがとう。ちなみに補足情報なんですけども、この久保ゴー、あのシミオネ監督ハマってます。はい、休日は久保ゴーやって過ごしてるらしいです。 OK、 この攻めでちょっと点決めれたら嬉しいなと思ってます。最高、分かってね、久保のポジションの行く場所。来た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 、久保ゴー、あー見事なチャレンジありがとう。まあ、チャレンジしていかないとね、何事もチャレンジですからね、人生すべて。失敗を恐れるな、そういう言葉を誰かに言われたことがありません。ポジショニングとかも関係ねえよ、もうポジショニングにもうね、あの気を取られないことにしました。自分の自由に、自由スタイル、フリースタイルで、はい、捕まらない程度に頑張ります。ちょっと久保メンバーちゃんとやってこうよ。下げて、 OKOKOK、 そうそう、久保ゴーで、いやめっちゃいいぞ、あー惜しい惜しい惜しい、下げて、そう、もう久保を中心としても回していくから、この試合は。おい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 、おりおりおりお、邪魔だよフィリペ。え、普通クソ生意気だよな、先輩に対して邪魔だよとか言ってさすがに生意気すぎた。来た来た来た、完全に久保のせいですこれ。あーよかった、やばい、や時間ないよ時間ないよ。久保の評価も相当悪いし、来た来た、ナイス、あこれは久保の形だ、久保の形です。いやガクに抑えられた、もうガク MC そこは空気読んでよ、やばい、あー負けた、いやーマジかよ、ちょっとやばいってこれ、かなり流れがね悪くなってるんだと思う、これはアトレティコマドリード自体の、まずいです。さあ練習練習練習して、まあ、久保個のね力っていうのをやっぱり上げていって、83ももうすぐじゃない、あと 2,3 回ぐらい練習したらすぐ83になるよ。成長期だからね、ガンガン成長していきます。さあ次の試合はエイバルということなんで、マジか、選ばれてねえし、おい、イヌイと日本人、待って待って、ロッペンのデビュー、待って待って待って、ロッペンのデビューはいつ、マジ負けてます。アトレティコマドリードがアリエン・ロッペンと契約し、衝撃と、論議を巻き起こしたのは記憶に新しい出来事です。バイエルン・ミュンヘンから移籍した彼は新しいチームで求めるレベルのプレー、マジか、アリエン・ロッペン獲得しました、アトレティコハゲ来ちゃったか、ちょっと久保君もハゲないように頑張れよう、頑張ろうか。待って、今インシ、え待って、なんかロッペンの代わりにみたいな感じでインシーネがバイエルン・ミュンヘンに移籍、やば、89億なのかな、あれいくらなのか分かんないけど。さあ選ばれてない、ロッペンデビューです、ロッペンデビュー、久保の代わりみたいなノリですかね。まあちょっとポジションは違うけど、コケが久保くんのとこに入って、そこにロッペンが入ったって感じなのかな。犬に怪我した、うわ。さあガメイロが2得点で久々の勝利。さあ練習です、練習練習、まあ日本人勝負見たかったですけどね、犬と久保っていうね。おお、 DABAB、 はあ83、最高じゃん、マジでやば、すげえ強すぎ。あエイバル、乾に懸念ということで、怪我しばしちゃいました、乾。また代表ウィークなのかな、なんかめちゃめちゃ試合がない時期ですね。練習開始しましょう。あーやばい、スタミナやっと59になったちょスタミナなさすぎてさ、フルタイムでちょっと出場は厳しいんだよね。ちょっと待って、ドルトムントジエゴコスタ争奪戦セースとか言ってジエゴコスタ取ってんだけどあいつほんと老けてるような顔。さあじゃあ次ホームでラスパルマス、まあ選ばれてない、マジか、マジ、これちょっとかなり不遇な今時期を過ごしちゃってんのかな、これまずいな。まあでもチームがとりあえず勝ってくれれば、まあ一応ありがたい。グリズマン PK 失敗、あーオブラク怪我した、グリズマンの得点が全く見られない、大丈夫かな、
さあ練習、じゃあその間も練習して、まあ個の力を上げていくという感じですかね。はい、おお、いいよいいよ、かなり上がった上がった、いい感じです。オブラク負傷5週間、マジか、5週間はかなりきついぞ、1ヶ月ちょいぐらいか。さあこれで移籍市場も、冬の移籍市場も終了するっていう感じですかね。サクッと飛ばします。ちょっと待って、ミランに、ビエットミランに行っちゃった、マジかよ、ビエットミランに行っちゃったよ、アトレティコ放出しちゃったんだ、悲しいね。なんかうわー、久保挨拶できなかったよ。で、じゃあなんかね、ここで見たらね、見てください、バルセロナがラッシュフォードを獲得しました。レアルベンゼマが、ベンゼマ放出してる、でペリンが入った、なんだそれ、まあ、進めていきます。ちょっと待って、アトレティコ君非争奪戦制す、ちょっと待って、なんか すげえなんか補強頑張ってんじゃん。キミヒ取るって結構よくね、普通に。マジか。はい、移籍市場が終わりましたね。はい、移籍最終日を過ぎましたということなんで、次バレンシアか。強敵だな。はい、今日のスタメンに君を選んだということで、こういう大事な試合に出してくれるっていうのはかなりありがたいですね。じゃあこれはちょっと次回やろうかな。次回。今回ちょっとなんか色長くなっちゃった。あ、ガメイロちゃんが月間 FPL 取ってるよ。ちょっと月間 FPL ちょっともらいたいな、俺も、久保ちゃんで。で、カレンダー見てみましょう。さあ、ナポリの試合、チャンピオンズリーグもありますので、まあ、これはちょっと、なんとしてもね、出場したい、感じですけどね。はい、2月、3月、もうちょっと、結構もう、後半戦だよ。早くない？とりあえず、現順位、確認しておきましょう。さあ、レアルが、1位になって、ビジャレル、バルセロナ、これはちょっと混戦している。この3チームが今、ちょっと、すげえなって感じだね、勝ち点差的に。で、アトレティコ・マドリード。29でしょ、約30ポイントの、勝ち点差がありますレアルマドリードと。なのでこれもう非常に厳しい状態です。こんなことがあっていいのか。じゃあ選手データでちょっと順位表見たい。スアレス9点、ロナウド8点、ハーハーバッカ8点、マジか、ベイル7点、ブスケツ7点。ブスケツ7点って どういうこと、やばくね。メッシが食い込んでないですね。メッシいるよね、普通に。アセンション、まあ、久保そんなまだ決めてないんだね。アシストはどんな感じですか。スアレスやべえな、スアレスロナウドすげえな。アシストでも 1,2 だよ。あ、メッシ3アシストしてるね。はい、まあこんな感じですね、とりあえず。なので、まあ、次回はちょっとバレンシア戦で、ちょっと今回1試合しかできなかったんですけど、まあ、ちょっとスタメンから外れすぎたっていう感じですかね。今結構不遇な時期を過ごしてはいるが、しっかりと反骨精神を持って、練習を積み重ねた結果、総合値はね徐々に上がっているので、まあ、ここからですね、久保の大逆転劇はここから後半戦ぶちかましていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイ、さよなら、パイオニア。